わざわざご視聴ありがとうございます。うまくもないけど下手でもないハム太郎でございます。動画がねスタートボタンを押せてなくて、今パーッと紋章とか、身とか見せてるとこですね。で、今回の動画はハービセル、ちゃんとねワンパンを狙ってプレイしていこうっていう動画ではあるんですけども、まあヤクモがね追加で1体サブ機ですけども当たってくれたんで、だいぶ周回は楽になりました。まあ、失敗してるね。まあ、失敗してるとかいいよ。別に私上手くないから。あくまでワンパンのね、やり方だけ見ていただければいいと思うんで、まあ、そこだけ見たい方もバーッと動画飛ばしちゃって、ワンパン、こんな感じね、みたいな、で、やっていただければと思います。もちろんね、私以外もたくさんの時の動画を上げてるんで、まあ、そっちのが多分ね、参考になる気はするのよ。私もね、特に勉強せずにこれやってるから、まあ、たまたま決まったワンパンで、あ、これパターン化して打っていけばいけんじゃないって感じでできたやつなんで、まあ、ご了承ください。はい、今ね、これはエンペディオス、地雷ちゃんと回収してから殴ってます。そう、エンペディオスはね、いくら過激を増してもね、地雷持ってないと本当火力が全く出ないから、どうかと思うね。本当に。ヤクモいなきゃ無理じゃんって思っちゃうぐらい。で、ヤクモちゃんに関してなんですけど、あくまでこれ私が撃ってた中、あ、これ今、後付けです。後付け動画でございますので、ご了承ください。やってる感じのイメージなんですけど、これ今ね、ふざけて撃ってるんじゃなくて、まあ、はまっちゃったけど、壁ブースト壁ブスをしっかり決めてから殴ると火力桁違いになるんで、まあ、ターンに余裕があるんであれば、今みたいにこうね、全部の壁触れてから突っ込めるようなルートを取ってあげると火力が出しやすいです。で、ここもね、まあ、地雷回収して2壁触れてからクリティカル。まあ、本当にね、ヤクモゲーですよ、ヤクモゲー。私もね、結局、初日の2時間、勝てたの2回。2回だけです。しかも、ラッキーパンチ2回で勝ってますからね。いやー、きついわ。マジできつい。個人的にボス2がすげえ嫌い。って感じです。で、ここ。このさ、博士。神社じゃねえや。なっけ、C3PO みたいな名前の。こいつなんですけど、私ずっとこう号令抜けてたんですよ。こんなん号令じゃなきゃ無理だよ、火力足んねえよって思ってたんですけど、違うんですよね。さっき周回してて分かったのが、その壁ブーストをしっかり決めた状態であれば、これ弱点殴れてるのかな、もしかしたら。弱点殴ってなくても普通に倒してる感じがするんですよね。ほんと4壁触れた後はとりあえずクローバー返してぶん殴るみたいな。あ、これ違うか、ごめん。あ、これは普通に決まったやつか。うん、ごめん。普通にこれ決まってるわ。そう、壁ブーストしっかりかけてあげれば、弱点外のクリティカルでも普通に倒してたイメージがあったんですよ。違ったら本当にすいません。違ったら本当にすいませんなんですけど、その検証動画とかここね、スワイプしてパッと出せりゃいいんですけど、私パソコンで編集とかしてないんで一発撮りなんですよ。ご了承ください。他の人の動画を見ていただけると幸いです。で、これ、クリティカル持ち越しできたんで、この右の方から倒してます。まあ、あわやくば雑魚処理もしたかったんですけど、これね、右と左でゴミ箱ちゃんがいるじゃないですか。これ即死持ってるんで、左に、ずれるやつは処理がしやすい位置に来るんですけど、右はね、ちょっとめんどくさいんで、もしクリティカル持ち越しができたんであれば、右から倒すことをお勧めします。かな？で、あとはまあ、ここは言うことないね。うん。普通に引っ張って。あ、で、守護獣はね、結構試行錯誤したんですけど、ストーンフリーが一番強いんじゃないかなっていう。パックもいいんですけど、パックって天使も遅延しちゃうんで、次のターンにね、クローバーが湧かないのよ。で、クローバーが湧かないとどうなるかっていうと、攻撃ができない。もちろん、ヤクモワンパンに合わせて、パックでね、それを利用して投下するのもありなんですけど、私はね、別に上手くないんで、道中普通に死ぬんですよ。道中死にたくないから、ストーンフリーですね。まあ、今手に入らない4、50だけども、まあまあ、持ってる手で話させていただきますが、ご了承ください。持ってなければパックでいいと思う。パックはね、ワンパン向きな。道中全く苦労しないでって人はそっちの方がいいと思う。これ回収して、これが4壁触れた状態の火力。なんで今最初に右から行った感じだね。本当は多分左から行った方が角度的にやりやすいかとも思うんですけども、今右壁に触れたことによって 1.25 倍のね、火力アップが見込めるんで、右から行ってます。で、もちろん、ボス1ワンパンなんでここで動画終わってしまうんですけども、ここで注意すべき点はね、なんだろうな。本当にやった感覚っすけど、ヤクモのターンで、きっちり処理ができれば何でも、うん、そうだね、ごめん、なんもない。本来であれば多分これ、ゴミ箱ちゃんにクローバーぶつけたとカーンってはまんなきゃいけないんですけど、そんな技術ないんで、ヤクモパワーでね、押し切ってます。ほんとご了承を。
なんで降りながらコンコンで処理をしてできちゃうんだよね、ヤクモって火力が高いから。まあこれは奇跡的にハマっちゃったけどね。今ので左抜けてれば処理できたって感じ。今これ 3P で一応ワンパン狙ってるんで、まあ、できればここで処理をしたいなっていう願いですね。ここできたんだっけかな。そう、後付けだとねそうなっちゃうんで、あ、諦めてる。あのクローバーを取っとく方です。クローバーを取っとけば取っとくだけ殴る試行回数が増えるんで、あ、無理だなって角度はハマってあげればいいと思います。で、そう、クローバー成長、このクローバー成長でワンパンがめっちゃしやすくなります。要は回収するルートを取らなくていいん でコンして、あと暴れて、こんだけクローバー湧いてるんで余裕で処理ができると。一旦潰すもありだよね。一旦潰すだけで2発殴りが増えるん で、あとはもうね薄さて感で、まあこれ別にクローバー、そう、さっきのデカクローバーにしなくても取れたんですけど、そこまで考えてなかったですからね。クローバーぶつけときたいなってだけです。ガーッといって薄くいって、ただこれね下からいっちゃうと結局ワンパンができないんで、若干運ゲーになってるってところはもう本当ご了承くださいって感じなんですよね。以上、ワンパン動画では、うん、まあ一応ワンパン動画か、うん、ワンパン動画でございます。バイバイ。